E3 アレン級原子力潜水艦はアメリカ海軍が運用していた弾道ミサイル原子力潜水艦。同型艦は5隻。1960年代から1980年代にかけて運用された。潜水艦発射弾道ミサイル、ポラリスの実用化とともにアメリカ海軍は戦略源泉としてジョージ・ワシントン級を収益させた。ジョージ・ワシントン級は スキップジャック級攻撃潜水艦を改め設計したものであったが、初めから戦略源泉として設計されたものはアメリカのものとしては本級が初めてである。弾道ミサイルは艦隊後部のミサイル区画に集中して搭載されている。搭載ミサイルは当初、ポラリス A-2 であったが、1970年代にポラリス A-3 に換装されている。 さらに、ポラリス A-3 の改良版として、ポセイドン C-3 が開発されたが、ミサイルの外形が拡大されたため、本級は引き続きポラリス A-3 を搭載した。1 9八十年代初頭に、オハイオ級が収益すると、本級は、第一次戦略兵器制限交渉条約の制限に、準拠するため、スロー、アタックスと称される攻撃型原子力潜水艦への、 改装を受けた。ミサイル発射制御システムは除去され、ミサイル発射艦にはコンクリートが充填された。2番艦のサム・ヒューストン、4番艦のジョン・マーシャルには、ネイビー・シールズ、または他の特殊部隊の輸送に対応するために、シール輸送潜水艇などを運用するためのドライデッキシェルターが追加され、最大67名の兵員を搭載した。本級は、 1983年から1992年にかけて退役し、1992年から1999年にかけて原子力艦再利用プログラムにより処分された。ありがとうございます。